成田行きより名古屋に来ました。昨日の夜に急遽決まって名古屋に来ました。上着屋さんに来ました。俺が撮ったのか な、撮ったのか俺、うん、いただきます。大丈夫、うん、美味しかったです。なんかせんべいももらったな。美味しい。うなぎせんべい。うなぎせんべい。あ、わらび餅やった。こっちやった。多分わらび餅買いに来ました。おいしそう。大好物のわらび餅どう？どう？どないよ。めっちゃうまい。どないよちゃん、喋ろうと思ったら難しそう。粉で、ちょっと待って、粉飛んでる、待って、粉バリ飛んでる。はい、せんべいだけもらいます。きなこ付きの、うん、ブランドもばっか見に来てる。名古屋来て、え、メガネ3000ぐらいじゃん。しばくさん、なめんなよ。なんか珍しい、みんな写真撮ってるから、この信号記念に撮っといた。中からカフェ行きます。喉乾いた。はい、コーヒー飲みに来ました。観音コーヒー、めっちゃ人気なコーヒー。これおるの。何にしたん？覚えてないで。スペシャル。覚えてないで、名前。苦味のあるコーヒーちゃん。いや、苦味の中にどちらかというとエメマンチップ。あ？書いてたね、エメラルドマウンテンなんちゃらみたいな。ほんまかよ。寒い。寒いのに2人ともアイスを頼んでる。美味しい。うまいけど寒い。だから車戻ってホテル向かいます。ちょっと見に行こう。もういいって。またブランドもや。着きました。さっき間違えて全然違うホテル調べてて、ここが今日泊まる間に合ってるホテルです。今チェックインしてる。はい、急遽昨日撮った寝るためだけの部屋。でも温泉あるもんな、ここ。そこが一番のポイントやな。天然温泉湧いてら湧いてら。あとはもう夜は飲みに行くから寝るためだけの部屋です。え、めっちゃいいやん、鏡あんの。湧いてら。全然いいねんけど、バリ嬉しい。トイレあるし。ちょっとおしっこしたい。名古屋で栄えている栄町に買い物来ました。さっきのとタクシーの兄さんがめっちゃいい人やった。研修生らしいけど超神対応でした。はい、また今からこの人のブランド物の買い物に始まります。この観覧車乗ろうって言ったら断られた。びっくりした。めっちゃびっくりしたね。こけたんかと思ったし。
今からご飯巡り行きます。ああいうなんかしっぽりしてる、はい、良さげなとこ探していく。ああ、おいしいけどな、ここもズルフみたい。え、ズリとりあえずじゃあ1軒目ここで決まりました。60分待ちでした。まさかの。そんなんやられない。ああいう裏ロジックじゃ。一回カメラ切った方がいい。はい、1軒目お疲れ様です。じゃーん、お目当ての手羽先でかないめちゃ美味しそう。はい、2軒目おしゃれおしゃれバリオシャンなやつ飲む。フレンチのおでんです。大根のポルチーニなんちゃら、おしゃん。あー寒い、めっちゃ人多いな。ドバンやもん。2軒目出て今から3軒目行きます。はい、3軒目乾杯。はい、4軒目乾杯。うずいただきます。はい、先いただきます。飲むよ。うずい、ありがとうございます。楽しんでくださいね。ごちそうさまです。寒い名古屋どう？まあ、待って名古屋ええところやーってずっと言ってる。え、また来るわ。また来るわ。ええ感じに言える。うん、確かになんか、まあ、今日は寒いけどなんかめちゃくちゃ人がいい。行ったところがたまたまあたりやったんか、めちゃくちゃなんかいい人たちばっか。今からホテルの方向かいます。ホテルの近くのメガドン寄って、今から世界の山ちゃんに手羽先買いに行きます。めちゃめちゃ食うこの人。手羽先食べな帰られへんらしい。手羽先何本食べるん？5本。はい、山ちゃん、ホテルから徒歩2分のところ。モーニング来ました。めっちゃおしゃれで、テラス何？ここ海外みたい、バリかわいい。なんか知らんけど、こういうトマトは食える？え？こういうトマトは食べれる？なあ、トマト食べられへんのに。スープのトマトでもうまいよな。これはトーストと卵
のプレートに好きなのトッピングしてアボカドとかベーコンとか自分の好きなプレートにできるモーニングです。めっちゃ美味しそう。はい、朝ごはん食べました。お会計の3分の1がアユのメニューやった何これ。え、スーツ？うん、デニムの。めっちゃ空切れない。でも外はめっちゃ寒いっていう。到着、アウトレット、うん、風が強い、超寒い、寒い。なかなかいい買い物ができていません。何も買ってない。ロッテがいかんの？並んでたら絶対に並べへん。結局何も買いませんでした。な、うん、何もないもん。もう今から高速乗って雨村でも行くか。雨村行くとか言ってる。まだだって昼やろ。帰ったら2時ぐらいやろ。うん、とりあえずインターとかでご飯食べて大阪帰ります。めっちゃ歩いた。青、最高やったわ。なんでジェットコースターめっちゃ最高やった。もうキュンってしたもん。うんってなった。キンサムだった。なんともなった思いっきり